はいどうも、八島工房チャンネルへようこそ。このチャンネルは手袋工房の日常をお届けするチャンネルです。今日もよろしくお願いします。さて今日はね、新商品のご案内ということでね、ちょっと新商品をねちょっと作ったんでね、お見せしようと思います。それがね、このグローブね、まあ見たことある人は多いと思いますけれども、うちのね、あの VMX、ヴィンテージモトクロスの略なんですけれども、 VMX グローブっていうのがありまして、それをね、新しい材料、鹿革ですよね、鹿革の、こっち側メッシュ、こっち側はね鹿革のメッシュで作っていますけれども、ちょっとね厚手の鹿革で作ったらどうかな、それと、今ね、非常に暑い時期なんでね、風がね抜けた方が気持ちいいんでね、メッシュタイプでね作ってみました。これ以外に通常の牛革タイプが引き続きあるんですけどもね、鹿革で作ってみましたね、メッシュタイプを作ってみましたというご紹介です。で、このデザインねあえて紹介するほどのものでもないんですけれども、そうですね、70年代か80年代の、海外が発祥だと思うんですけどね、よくこのようなグローブが作られていまして、例えばね、多分ですけど、あのマッドマックスだとかね、あのパート1の方ですけどもね、あんまり有名じゃない、あと、いろいろその、オートバイのね、70年代、80年代で出てくる、バイクシーンなんかでね、よくこういうグローブが使われていて、で僕がね、いろいろ OEM で、グローブを各社ね、お仕事でね作っていた時ね、メーカーでね作っていた時もこういうグローブね結構作っていました。その時はね、普通のこういうグローブに、ここの黒い部分はね、例えばゴムだとかね、いろんなもの貼り付けてね、こんな丁寧じゃないですよ、ざっくりや貼り付けて縫い上げて、納品して結構な量ね作っていました。で、八島工房でもね、10年ほど前からね、この手のグローブ、ちょっとねかっこいいんでね、再開しようかなっていうんで、ゴムはいかがなもんかなというのがあって、ここはね本革です、もちろん本革ですよ、見えます、ちゃんと縫製しています、ね、本革で、こういうのね、リバイバルして作りましょうということで、VMX グローブね、結構な量を作っていますし、よそのね、例えばファッション、ライダーさんじゃないんだけれども、ファッションでね、バイカーさんっていうかな、で、非常にその需要があって、何個かねうち以外にも作ったことがあります。でね、これね、で時々ね、うちの方に鹿革で作ってくれないかというご要望は非常にあって、今回ね、初めて鹿革で作ってみました。で、このグローブの特徴は何かというと、いつものうちの、オリジナルパターンじゃん、ガンカットじゃなくてね、普通の手袋カットですね、甲側があって平側があって、こういう、マチという縦のパーツですねが入るんですけれども、それだけではちょっとバイク用としてはちょっと良くないんで、ちょっと工夫をしています。例えばここね、普通ここに横の側面パーツが入るんですけれど、ここにね、ごめんなさい、ここにね、そこの縫い目をこうなくしてるんですね。ないでしょ、普通ご自宅にある手袋、タイヤがここに縫い目があるんですね。それと小指のここにもね縫い目あります、こういうところと同じようにね、それを配して、オートバイの場合はこうスロットルをこう握らなきゃならないということで、ここの縫い目があるとね結構痛いもんです。でそれでここの縫い目を配したりだとかですね、ここのね、いろいろデザインもいろいろつける人いっぱいいるんですけれども、ここをね、正直今のバイクはね、あんまり衝撃吸収ウレタンとかいらないです、正直言うと。もダイレクトにハンドルを握れる方がいいので、ここのデザイン全くない方がいいです、正直言うとね。ジャージャーついてるのがいっぱいありますよね、いらないです正直ね。で逆に欲しいのここね、手をついた時に、ここ一番つくでしょね、ここ
りどうしても、ね、二重にした方がいいっていうんでね、二重にしています。まあ割とね、シンプル、もう本当にね、飾りも何にもないんですけども、パターン的にはまあちゃんとこう脱力するとね、ハンドルを握れる形になってますよ。親指もねちょっと中側に押し込んでグリップを握れるように作ってるんで、普通のアウトドアやファッショングローブとちょっと違う作りになって、まあバイク専用にはちゃんと作ってるんでね、ご安心いただければと思いますけど、まあ格好だけではないね、まあ VMX タイプのグローブ、まあもちろんこれでねVMX のなんちゃってレースなんかにね出てもね、いいかもしれませんし、例えば今ね、日本ショックの古いタイプのバイクだとか、ストリートモチルクとか通勤用ね、そういうシーンでもなんかもういかにもガンダムみたいなね手袋するよりかこういうグローブの方がいいかもしれませんね。もしね、よかったらこれご購入ください。サイズは SMLLL4 つ用意してますけれども、 S がね一応受注にしています。で、値段の方が、16,000円に消費税ください。あとですね、これ一応、鹿革自体はニュージーランド産の鹿革を使って、厚みも結構厚い 1.4 ミリ以上ね、はめていただいたらすごく厚いと感じるグローブなんでね、そういうグローブ作っています。6月1日からね発売予定ですのでね、ぜひね、興味がある方はお買い求めください。それではまあ今日のチャンネルはこれぐらいにしようと思います。ぜひねチャンネル登録お願いします。ね今日でねだいたい1年経ちました。まあおかげさまでね、着実にねチャンネル登録の方増えております。皆様のねお力もぜひよろしくお願いします。それでは次の機会まで、さようなら。